この度晴れてバツイチとなりました。いつですか？昨日。三井彩斗です。三井のメンターやってくれ。楽しめ楽しめ。今は独身じゃん、自由じゃん、人生これからじゃん。おしゃれに興味を持ってもらうのも教育のうちだから。何この子、ここまで逸材だったの？やばいよ、目の保養だよ。小野さんのことを好きになるのもおかしいみたいじゃないですか。え、